中日、まさかの敵。2日から松本、前橋での巨人2連戦に臨む中日ナインが1日、予期せぬハプニングに見舞われた。選手らは各自の好きな時間帯に電車で松本入りする予定だったが、名古屋、松本間を運行する JR 特急、信濃が大雨で運休。急遽バスが手配され、首脳陣、選手らは午後3時30分頃に名古屋球場から出発した。2日に先発予定の小笠原は午後1時頃にバンテリンドームで練習を終えた後、足早に名古屋球場へ向かってチームバスに乗る慌ただしさだった。巨人戦は今季1勝2敗と負け越している小笠原だが、登板4試合は全て6回以上を投げて3失点以内とゲームメイク。前回6月25日の阪神戦は7回無失点で3勝目を挙げており、2週連続の地方球場登板にも松本で投げるのは初めて。いつも通り、自分のやるべきことをやって、いい流れを作れたらと平常心を強調した。ハプニングに動じることなく、自らの仕事に没頭する。地方球場での開催は、地方ファンにとってはありがたいと思うけど、雨の可能性が高いこの時期の開催はいかがなものかと思う。地方開催は、ファンの裾野を広げるのに良いことだと思うので、季節的なことを考慮して、スケジュールしてほしい。年一の地方のお客さんも、プロ野球は見たいだろうし、中止にならないことを願うばかりだ。本当に今回は名古屋から松本での近距離で良かったと思うが、もっと長い距離ならばバス移動だけで疲れ切って野球にはならないと思う。地方巡業をするのには、いろんな事情があると思うが、よりによって梅雨時に組み込まなくてもいいのに。怪我だけないようにしてほしいですね。これ以上の離脱者は避けたい。小笠原は頑張ってくれると思うけど、打つ方で山崎伊織公約へ戦略をしっかり練ってあるのかどうか。松本市野球場は標高640メートルと高い場所にあるから、思わぬ伏兵のホームランが飛び出すんじゃないかと思ってる。今のところ天気大丈夫かと思いますが、星空の下ナイターができるといいですね。巨人主催試合だけど、長野は中日ファンも多い土地柄、地元ファンのためにかましてやってください。松本まで各々で向かう予定だったのか、名古屋からチームで移動するもんだと思ってた。